前回のあらすじ。ズンダモンはサイコロを投げて円周率を求められると豪語し、その方法を説明した。それは確率論の大定理の一つ、中心極限定理を用いて、さらに正規分布の原点での値を利用するものだった。方法の奇抜さとズンダモンの総理大臣よりも丁寧な説明に皆の期待は大きく膨れ上がったのだった。しかし、いざ円周率を求めてみると、サイコロを600万回投げても円周率は約3であることしか分からず、結果は散々なものであった。円周率たったの3か、ゴミね。窮地に陥ったズンダモンは、改良をしさえすれば3.14まで求められるコンピューターをそう答えたんだなどと主張し、そしてその方法の説明を別の動画に回すことで、なんとかその場をしのいだのであった。さよならズンさん、3.14まではまとまらない。オス、今回は前回紹介した円周率の求め方を改良し、計算の精度を上げるのだ。まず最初に前回の円周率の求め方を簡単におさらいするのだ。 N を適当な自然数とし、サイコロを N 回投げて出ための合計を SN トーク、そして SN をたくさん求め、 SN を横軸、その値が出た割合を縦軸とする棒グラフを書くのだ。例えば N が5の時、サイコロを5回投げて合計が19だったら、こんな風に棒グラフを書いて、次にサイコロを5回投げて合計が17だったら、こんな風に棒グラフを更新していけばいいのね。その通りなのだ。そしてそれを何回も繰り返すと、その棒グラフが正規分布に近づいていくのだ。ここで正規分布とはこのような形のものなのだ。正確に言うと、これは標準正規分布と呼ばれるもので、前回の動画では標準正規分布のみを正規分布と呼んだが、これを適当に平行移動、拡大、縮小したものも正規分布と呼ばれるのだ。前回は S300 を2万回求めたのだが、その結果の棒グラフがこちらなのだ。 S300 はサイコロを300回投げて出ための合計で、300回を2万回だから600万回も投げたのね。これに正規分布を当てはめてみると、このようにぴったり当てはまるのだ。この棒グラフを左に線を10スライドし、さらにシグマをルート12分の35として、縦をルート 300× シグマ倍に拡大、横をルート 300× シグマ分の1に縮小すると、棒グラフは標準正規分布に近づくのだ。確かシグマの2乗はサイコロを1回投げて出ための値の分散だったわね。ここで標準正規分布の先っちょの値はルート 2π 分の1なので、棒グラフの先っちょの値も約ルート 2π 分の1になるのだ。棒グラフの先っちょの値は S300 がちょうど1050に一致した割合に、縦に拡大した分のルート300シグマをかけたものなので、式で表すとこのようになり、 π について整理すると円周率を計算するための式が出来上がるのだ。そしてこの方法で10回計算してみた結果がこちらなのだ。改めて見てもなかなか厳しい結果ね。円周率が3に近いことがギリギリわかるくらいね。このような結果になった原因は、棒グラフの先っちょの値一つだけしか考えなかったからで、それによって誤差が大きくなってしまったのだ。実際にやってみるとわかるのだが、先っちょの値が大きくなったり小さくなったりして、結構誤差が大きいのだ。ではどうすれば誤差を小さくできるのか。それは先っちょの値だけでなく他の値も使えばいいのだ。この棒グラフの縦軸は割合だったので、全体の合計は1になるのだ。よってもし先っちょの値が大きめになったとすると、他の値は小さめになる。同様に先っちょの値が小さめになれば他の値は大きめになるのだ。したがって先っちょ以外の他の値も考えることで、誤差がある程度相殺され、精度が上がることが期待されるのだ。でもたくさんの値を考えるのって難しそうだわ。と思うかもしれないが、統計学においてはそのような技術が確立されていて、それを利用することができるのだ。統計学の主要な問題の一つに、未知の値を与えられたデータから推測する
というものがあるのだ。例えばコインの表が出る確率をコインをたくさん投げた結果から推測するみたいなことかしら。そうなのだ。それは最も簡単な例なのだ。統計学ではもっと複雑な問題を扱うことができて、その手法も様々存在するのだ。今回は円周率を未知の値とし、先ほどの棒グラフの値、つまり S300 をたくさん計算した結果を与えられたデータとして統計的な手法を適用することで円周率を求めるのだ。具体的にはまず正規分布を考え、このルート2π分の1を C と置き、 C を未知の値と考えるのだ。もちろん π そのものを未知の値と考えても良いのだが、計算を簡単にするためにこのように置くのだ。この時この関数は C が小さくなるほど縦に短くなり、 C が大きくなるほど縦に伸びるのだ。そしてこの関数のグラフが棒グラフに最もフィットするような C を探すのだ。真ん中が一番フィットしているように見えるわ。それはそうなのだが、数学的に求めるならフィットの良さを数値的に表す必要があるのだ。それについて説明するためにこの部分を拡大するとこのようになるのだ。そして棒グラフの真ん中の値、つまりこの黒丸と関数の真ん中の値、つまりこの赤丸を考え、その差の2乗を取ってみるのだ。するとこの値は0以上であり、これが0と等しいことは黒丸と赤丸の値が等しいことと同じことを意味するのだ。よってこの2乗の値が0に近いほど真ん中の2つの値は近いと考えられるのだ。これを他のところでも同様に棒グラフと関数の値の差を2乗し、その和を取るとこれも同様に0以上であり、これが0に近いほど黒丸たちと赤丸たちが近いと考えられるのだ。つまりこれがフィットの良さを表す指標と考えられるのだ。よってこれを最も小さくする C を見つければ良いのだ。確か C を変えると緑の関数が縦に伸びたり縮んだりするから、赤丸たちが一斉に上下に動くのね。その中でこの左上の値が最小になる C を探せばいいのね。その通りなのだ。ちなみに一応補足しておくと、差の2乗を取ったことに数学的な必然性はなく、例えば2乗の代わりに絶対値を取り、それをフィットの良さの指標としても良いのだ。ただし2乗の方が計算が簡単なので、この動画では2乗を取ったのだ。またこのように誤差の2乗を最小化する値を探す手法は統計学では最小2乗法と呼ばれており、最もメジャーな手法の一つなのだ。さてそれでは C を求めるための計算をしていくのだ。まずスペースの確保のために図を左に移動するのだ。そして M を自然数とし、 YM を S300 が M と一致した割合とするのだ。ということは棒グラフの真ん中の値は S300 が1050と一致した割合だったから、真ん中の黒丸の値は Y1050 ね。だいたい合っているのだ。ただし棒グラフは正規分布に合わせるために縦にルート300シグマ倍しているので、真ん中の黒丸の値は正確にはルート300シグマ ×Y1050 になるのだ。他の黒丸も同様に YM のルート300シグマ倍の値と一致するのだ。これで左上の黒丸の値が分かったのだ。次に赤丸の値を考える前に M の取りうる範囲を考えるのだ。S300 の最小値はサイコロを300回投げて全て1が出た場合、つまり300なので M は300以上、 S300 の最大値はサイコロを300回投げて全て6が出た場合、つまり1800なので M は1800以下となるのだ。よって左上の値は M が300から1800までの和を取ることとするのだ。あとは赤丸の値だが、これは少しややこしいのだ。緑の関数はこれで与えられていて、この X に黒丸の X 座標の値を代入したものが赤丸の値になるのだ。ここで棒グラフは左に1050スライドしたので、 X に M-1050 を当てはめてみるのだ。これは M イコール1050の時にちょうど真ん中の値に対応するので、真ん中の値に関しては正しいのだ。ただし棒グラフはさらに横にルート300シグマ分の1に縮小しているので、そ
それを考慮するとこのようになり、これが赤丸の値に一致するのだ。このままだと複雑なので、この部分を AM と置くと左上の値はこのように表されるのだ。これであとは左上の値を最小にする C を求めればよいのだ。左上の値を EC と置くと、 EC は C に関する2次関数なので、 EC のグラフはおおよそこのような形をしているはずなのだ。この最小値を求める方法はいろいろあるが、ここでは微分を用いて計算するのだ。 EC の微分は詳細は省略するが、このように計算され、これがイコール0となる C が EC を最小とする C となるのだ。よってこの部分を C について解くとこのようになり、 C が求まるのだ。ここで YM は S300 がちょうど M となった割合であり、 AM はこのように与えられたので、計算に必要な情報は揃っているのだ。こんなの計算が大変すぎて求められないわ。さすがに手計算では無理だと思うのだ。計算にはコンピューターを使った方がいいのだ。 C が求まると、C はおおよそルート2 π 分の1と考えられるので、 π は 2C2 乗分の1を計算することで得られるのだ。この方法で実際に計算したのが前回の動画の最後に紹介したこの結果なのだ。 3.1 までは全部同じだけど、一番小さいのは 3.123、 一番大きいのは 3.156 で、円周率が 3.14 と判断するには結構幅があるわね。確かに3.13 や 3.12 の可能性も捨てきれないのだ。ただ改良前の結果と比べるとはるかに精度が良くなっていることがわかるのだ。改良前は一番小さいのが 2.68 で、一番大きいのが 3.51 だから幅がだいたい1ぐらいあるのね。さすがに精度100倍とまではいかなかったが、30倍くらいは上がっていると思うのだ。以上で円周率の求め方を説明し終えたのだ。 3.14 まで求められたのかは置いといて、最小2乗法って力技感があって面白かったわ。そうなのだ。精度が全てではないのだ。求め方が面白ければそれでいいのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。内容の補足と計算に使ったサンプルプログラムを公開しているので、気になる人は概要欄から見てほしいのだ。動画が面白かった、ためになったと感じた人は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。